皆さんこんばんは。Good luck, everyone. ガリチャンネルです。さあ今日は予選ですね。予選バッチリとは言えないんですけども、5番手まずまずのポジションにつけました。まあね、昨日みたいに予選ノータイムっていうのはね、さすがに避けなければいけないということで、今日もトップスプリット、SF2100 ですね、こちらの F4 のレッドブルリンク13周のレースをお届けしたいと思います。ポールポジション日本人の方ですね。これは素晴らしい。で、2番手に神がかっているお名前のドライバーですね。右前のガブリエルさん、このカラーリングはもしかして宿敵ゲルハルトベルガー、もしくはミケーレ・アルボレート、どっちかなのかもしれないです。それで、さらにこのフェラーリ2大体制、アルボレートとベルガー逆ですね。真正面にベルガー、右手にアルボレートでしょうか。さあこのポジションはさすがに生き残れるでしょう。行ってみましょう。スタート、シグナルが早かった。これは、ちょっとねオーバーテイクは厳しそうですね。イン側。さあ2台のフェラーリが、やっぱり1コーナーがね、このね、カイスタート1コーナーはね、ああいう風に馬勢の飛び交うね。さあこれはオーバーテイクはするつもりないけど、イン側は来ましたね。オーバーテイクされたくもない、なんとかしのいで。さあ後ろはね、まだ脅威は去っていない。さあチームメイト同士の争い、さあエースドライバーであるベルガーをアルボレトが、ミケレ・アルボレトがオーバーテイクしていった。さあ後ろも結構ねずらずらっと来てますね。これはどうだ。さあ行ってみましょう。おお、並んでくる。さあサイドバイサイド、左いますね。これはダメだ、抜けなかった。これはおー、スリーワイド、おー、ちょ、インガー、来た。これは行き場がない、ダメだ、これは引くしかない。さあインガー取りましたよ。おお、頑張ってくるな。おお、滑る。おお、ちょい押し出したみたいな形になりましたね。一応総理ボタン打っておきましょう。いや、このね、わざとではないにせよ、若干押し出すような形でポジションアップしました。というか取り戻したと、いったところですね。さあ再びポジションは5番手前のベルガーを追いかけたい。さあこれはねオーバーテイクは厳しいですね。さあどうだ、これいいんじゃないですか。おお、イン側、これ早いとこイン側を取らないとダメなのかもしれないですね。さあ勝負。かなりねレイトブレーキング気味できたので、クロスでね狙おうとしたんですけど、まあちょっとね
遅ればせながら何度かクロスラインでインガー取れましたね。さあ今度こそ今度こそいけるでしょう。滑る滑るこれわざとじゃないんですよ、わざとじゃないんですよ、ソーリーソーリー。あそこはね一車線分一台分残してね、うん、バトルするの結構辛いですね。うん、1台分残すために早めにブレーキングするとねやっぱり抜ききれないんでですね、どうしてもギリギリな争いになってしまいますね。さあ後ろのベルが引き離したい。1コーナーベルがいいですね。おおなんかイン側、おお来た、すごい勢いで来た、怖い。さあ前を行くミケーレ・アルボレトとどんどんギャップが開いていってしまう。おおまた来るの怖いよ。いやちょっとベルが突っ込みすぎじゃないですか。これはDude, 皮肉効いてますね。どこでお前はドライビングを習ったんだよと、マリオカートじゃねえんだぞと、うまいなさあとはいえ後ろのベルガーの脅威は去っていない。ガエル選手としては前を行くミケーレ・アルボレートを追いかけたいところなんですけども、ちょいギャップが開きましたね、 0.6 秒差。さあレースは5周目。やっぱね1コーナーがね後ろベルがいいですね。 0.1 秒、詰められますね。ここはなんとかコーナーで稼いでいかないと。やっぱりね後ろのベルガー君は突っ込み重視ですね。そんなにガイル選手とぐーっと距離がねブレーキングで縮まりますけど、タイムはねそんなに変わらないっていう結果になってますね。さあここから先のセクションでギャップを上げたい。この辺りのね今の6コーナーなんか決まるとね、6コーナー6コーナー7コーナー決まると気持ちいいですよね。おっしゃギリギリ、よし後ろベルガー君に 0.2 秒差をつけました。ああ後ろのベルガーミス、1秒差に開きましたね。よし、ああ前のアルボレートもなんかミスしてますね。1秒差、これはなんか一気に縮まりました。今までね2秒ぐらい空いてたんですけども、さあここは、追い詰めていきたいですね。ね、トップ争いも、ね、まだ視界には入ってますからね。後ろのベルガー、
また何気に 0.7 秒差まで追い上げてきたよ。これは脅威の追い上げ、これはすごい。さあ前を行くアルボレート 0.6 秒差。さあレースは7周目後半戦に突入ですね。合計13周で争われます。さあ前のアルボレート 0.5 秒差、これはスリップが効き始めるんではないでしょうか。後ろのねベルガーも 0.9 秒離れましたので、これはねいい感じですよ。よし 0.3 秒。さあただねそう簡単には抜けないんでですね、ああ後ろのベルが大きくミス、2秒差まで開きました。よし、さあこれで前だけに集中していきましょう。トップ争いはねやっぱ徐々にじわりじわりと差を広げられていますね。これ追いつくのはなかなかしんどそうなので、まずはね表彰台、このね前のアルボレートをオーバーテイクして表彰台狙いたいですけど、早い最終コーナー早い。ちょっとねこれ少しギャップを開けて次のねヘアピン狙いですよね。ギャップ開けすぎた、これは遠い、これはつらい。まだね後ろ 2.7 秒空いてますんでやめておきましょう。ここのねイン側を取るっていうのをね参考な立ち上がりが結構良さそうなんですけど、なかなかねそこまでの差が出ないですね。さあトップが入れ替わって神がかりジーダス、ちょっと今アウトから入りすぎましたね。もう少し最短ラインで行った方が良さそうですね。オフトラック、さあ今度はどうだ、早いこれ追いつけない。結構警戒してますね。足りない、いやこれはね大丈夫、まだ5周ある。これは微妙、なかなか仕掛けるタイミングが、あんまりねこう揺さぶってるとトップグループとですねどんどん離れていってしまうので、なかなかねここだっていうところでね仕掛けられればいいんですけど、そうはねやっぱ隙を見せてくれない。さすがフェラーリの元エースドライバーミケーレ・アルボレート、これはね、アルボレート80年代ですからね、90年代になるとやっぱりねナイジェル・マンセルっていうね、そっちの方が印象が強くなりますね。
さあこの間合いをねどうやって測るか、意外とね最終コーナー早いんですよね。さあどうだ、遠い、うん、これは、うん、まだここじゃないですね。よし、これは早めにイン側、イン側、あ、そして周回遅れが、周回遅れが、これ幅寄せしてこないで、頼む頼む。さあ一瞬の3ワイドを経て、よし、まだ並んでますけど、ここはここはいただきたい。うー、アウト、アウト、かぶせてきますね。さあ、よし、抜いてきた。1台分というよりね、0.7 台分ぐらい残して抜きましたね。さあ、これはインから来るんでしょうか。揺さぶっている、来ない、よしよし、いやー苦しい。さすがベテランアルボレート、やりますね。もう滑る、タイヤがね徐々に滑るようになってきましたね。さあしかしトップの2台はねもうね、3秒先なってますね。さあ後ろのアルボレートもまだ諦めてはいない、 0.2 秒差。うー、これギリギリですね。あ、後ろちょいミスですね、アルボレート君ちょいミス、 0.4 秒差。さあ残り3周、うん、やっぱね1コーナー、1コーナーが皆さんが早いんではなくてガイル選手がね遅いということが分かりますね、うん、確かにねまだ余裕があるといえばありますね、うん、うん、ね、まだまだいけるでしょうというこの現実をね突きつけられるとはなかなか辛いものがありますけど、うん、まだね1コーナーは十分じゃなさそうですね。おお、2台トップグループが交錯。さあそして、うん、トップを走っていたユートさんも、これはあれですかね、ユートさんがその仕掛けて押し出してで、まあ、ポジションを回復しようとしてスローダウンしていたところをガイル選手がいただいたと、そういう構図ですかね。うん、まあね、この、うー、危ない危ない、ユートさんのスポーツマンシップが素晴らしいというのと同時にガイル選手はねその、事故の当事者ではないので、ありがたくいただきますということでですね、この魚振った展開でなんと残り2周にしてトップに立ちました、うん、とはいえ後続来てますねこれ、ヨッサン、アルボレートですね、アルボレートが 1.6 秒差で、その後ろに、予選ノータイムだったカーナンバーワンの王者セルジオさん、これが来てますね。これは残り2周追いつかれずに逃げ切れるのか。いやだってセルジオさんって、予選今日もね22、23台出走してるんですけど、予選15番手とかそんなもんじゃなかったでしたっけ。そっからねここまで上がってきてるので、アルボレート頑張ってブロックしてほしい。さあ後ろ激しいですね。さあアルボレートがイン側を取ってブロック気味に走っていましたが、あ、ブロック仕切りましたね。しかも、
バトルによって後ろ2台タイムは落ちている。これはチャンス。そしてファイナルアップ、これね、王者セルジオに追いかけられたらおそらくひとたまりもないだろう展開だったんですけども、このね、最後にミケーレ・アルボレート君が良い仕事をしている、ナイスブロックですね。これさあ前を行く本間さん、本間さんこれスリップ欲しい、スリップで助けてほしい。うわ、危ない危ない。まあとはいえもう2秒、この時点でね2秒ギャップがあるんで、もう大きな失敗をしなければこれはね、これはいけますよ。よしよし、後続 1.8 秒、結構詰められたけど。あ、そしてオリバーさん来てますね。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、 F4 初優勝ですね。はい、というわけで、5番手スタート、ポール、トップフィニッシュ、はい、ということで、いやこれは F4 初優勝、嬉しいですね。まさか最後ね、ああいう展開になるとは、思ってもみませんでしたね。いやこれはね、はい、テーマソング付きでお別れしていきたいと思います。なかなかカメラアングルが決まらない、これですかね。ね、結構いろいろあの曲をかけてるので、今回はね矢作渉さんの夕焼けをかけながら、はい、お別れしていきたいかなと思いますね。ね、この、カーデザインは、椎名ありささん、が、ね、ボディライン担当で、このスポンサーロゴの、ね、貼り付けはアイスマンさんに貼り付けていただいた。かっこいいですね、もうこれ、ね、前のベルガーとアルボレートをぶち抜いて、ね、あの中島悟様が優勝するというですね、ストーリーを。はい、失礼しました。お届けできたんじゃないかなと思いますね。はい、よろしければチャンネル登録や高評価、低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガエルチャンネルでした。夢を見て
げる。